あとそうですね、登場人物を書き分ける際に最も注意されることは何でしょうかという質問がありました。登場人物の書き分け方ですね。まずはキャラが被らないことですね。キャラが被らない、被らない。似たようなキャラを配置しないということと、はい、で全体をしてうまくそのバランスが取れるように、はい、まあ、この2点ですかね。男性、女性、捜査官、んな感じですかね。ね、あまり偏りすぎないように。あと、これはミステリーと、あと SF という作品なので、どうしてもそのこうキャラクターとストーリーとせめぎ合う部分ってあると思うんですが、そういう時っていうのは、そのキャラクターとストーリーってどっちを優先させるような考え方でやっておられますかね。私の場合はストーリー、ストーリーを優先でね。でストーリーがうまく流れないなと感じているときは、はい、キャラクターを変えたりして、あ、キャラクターを変える、試したりしますね。なるほど。ストーリーがこう面白く流れるかどうかっていうのが大事です。そこら辺の考え方はやっぱりミステリーですよね。あ、ね、意外とこうミステリーからミステリーでの人っていうのはどうしてもストーリーを優先させますので。ね、あとは僕は短編がメインだったので、やっぱり短編がやっていくとアイデアが先になって、キャラクターが後回しになったりしますので。ああ、なるほど。まあこう、ただどちらでもいいですけども、キャラクターも全く作ってないわけではなくて、きっちり作ってることは確かなので、でこういうふうにストーリー優先っていうとね、じゃあキャラクター作らなくていいやって思う人いっぱいいるんですよ。ね、全然そんなことないですよね。ね、ストーリー優先だから、あ、キャラクター優先だから、人物を描くのが優先だからといって、じゃあ全くストーリー作らなくていいかって、そんなことないですしね。